あのー、皆さん、あの、公共交通機関、また、電車とか、ま、あ変な話、タクシーとかでもいいですよ。 タクシーの運転手とか、あの、電車で周りに乗ってる人が、なんか、そう、例えばなんかこう、寄りかかってくるとか、なんか座っててこう、寄りかかってくるみたいな時があったら、あの、コメントをいただければ、あの、ライブ中にね、あの、ツイキャス配信中に、ライブ中に来ていただいて、あの、今、寄りかかられてるんですけど、なんとかしてくださいって言ってくれれば、あの、じゃあちょっと今、イヤホン抜いて、ボリュームマックスにして、今ちっちゃい声、今ちっちゃい声、今、今ちっちゃい声で喋るから、今のうちにちょっと、イヤホン外して、 オッケーこうやって耳につけながら聞いて。うん、オッケーオッケーで、あの、合図くれたら、俺でかい声で言うから、ちょっと、あの、やってもらって、今、オッケー今、イヤホン外した。ボリュームマックス。オッケーこれ、あの、と、隣に、隣にこう寄りかかる、女の子でね、寄りかかる、おじさん、くっさいおじさんに寄りかかられてたときね、パターンのときね、これね。オッケーボリュームマックスにした。 おいじいお前マジで電車乗る時のマナーも知らねえのかお前寝るのは構わねえ寝るのは構わねえけど、こっちの肩で寝るんじゃねえよお前お前マジでさ、そんな公共交通機関に乗るマナーすら知らないのそんなマナー、小学生でも知ってるけど大丈夫お前ってやったら、あの多分、隣の人、あの、避けてくれるから、きついてね。うん。 そう。お前、きっしょ、お前お前言っとくけど、お前、自分で思ってるよりもだいぶじじいだからねそして、お前が思ってるよりもだいぶ臭いからねっていう。これ言ってあげるから。はい。あの、なので、あの、生放送中にね、そういうコメントいただければ。あの、これで俺撃退したこと何回かありますからね。 あの、で、例えばタクシー、ね、そうそう録、録音はダメよ。録音じゃダメ。やっぱ生でやらないと、それ。生でやらないとね。で、あの、ど、ど、おじさんのちょっと特徴教えてっ、つって。で、あのおじさんの特徴を書いてもらって。うん、そのおじさんの特徴俺が読み上げるから。うん。 本当に。で、タクシーで、例えばさ、すげえマナーの悪い運転手がいたりするじゃんか。そういう時に、あの、今ちょっとタクシーの運転手のマナーがすげえ、なんかタメ口聞かれて、すごいなんか舐められた感じなんですけど、どうしたらいいですかってコメントくれれば、あ、じゃあ、ポチボリューム大きくしてっつって。 最近さ、タクシーのさ、運転手がマジでマナー悪いんだよね。あのー、本当にさ、自分がジジイだからっつって、年下の客乗せたら、すげえ上から目線でクソみたいな態度で、接客してくるクソジジイがすげえいるんだよ、マジで。あいつマジ接客業慣れてるだろ本当にバカなんじゃないのどうかしてるから、今すぐタクシー運転手やめるよカスがえって言ってやるんで。 なので、あの、いつでも、あの、連絡いただければ、コメント、生生放送中にね、コメントいただければ、僕が、あの、何とでも対応しますんで。うん。で、あの、おいお前、そ、そいつのお前、会社名と、あの、会社名と名前ちゃんとメモっとけ。おうで、電話番号、今電話しろ、電話しろ、配信切って電話しろっつって。うん。マジで。やってやるんで、はい。それよろしくお願いしますね。えー、本当に。 はい。あのー、なので、あのー、困った時はね、あのー、生放送中にコメントいただければ僕が、あの、それ対応いたしますんで、えー、よろしくお願いいたします。はい。まあ、その後気まずいっつったって大丈夫ですよ。あの、なんかあったら、なんかお前、お前,お前お、運転手、お前なんかやったら、このお前、乗客に手出ししたらお前、ただじゃお金ねぞ、お前。今生放送でお前、世界中に発信してるからな、んかお前の運転のクソっぷりをやっつって。うん。そう、そう、そう言っとけば大丈夫だから。うん。そうそう。 ねそういうことなんで。ええ。なので、あの、ええ、あの、何かね、お困り事がありましたら、放送中にね、ええ、ツイキャス生放送中に言っていただければ、ええ、僕はあの、対応いたしますんでね、よろしくお願いいたします。夜中に街中でチュッチュしてるやつが、こうやってチュッチュチュッチュこうやってやってるやつがいたら、スマホで自撮りしながら自撮りのカメラ滑り込ませて、ここのチュッチュとチュッチュにこう行けよ。なあ。 チュッチュとチュッチュのここにこう言ってベロを出せ。お前は。分かったかなチュッチュとチュッチュのここに行けって言ってんねん。<laughs> 何回やるねん、これ。これ何回やんねん。なもうこれ10回やってんだ今。もう。多分10回ぐらいやってるよ、お前。 だから街中で、な街中でお前、じゃ、渋谷の駅の、あの、八甲口の改札のところで、よくいるけどお前、あの、終電間際、まあ、ちょうど十、十一時半ぐらいからが多いわ。十一時半ぐらいでな十一時半以降でお前、渋谷の,あの、あの、あの、八甲口の改札、ま、あ片方はどっちかが、多分、東横線なんだろ知らねえけど。東横線か田園都市線なんだろで、女が山手線、 で女のところまで送りに来たんだろうなほんでお前渋谷の八甲口の改札のところの手前のところでお前こうやってお前チュッチュしてる奴がこうやっていただろういるだろうなこういうのがでこういうのがいたらお前こう見つけて悔しいなって思ってる場合じゃないねこうやってこうやってチュッチュチュッチュしてたらこう行けよお前なあこうこうとこうとこうだろお前でこうとこうとこうでベロベロだろお前バカがよやれ根性なしがお前わかったかお前はよそういうことじゃ 気合を入れろ。青、うん、おうか。うん